待てよ、これドンケツ全部落とさないといけないの？巨大の時間なくね？巨大の時間がない、巨大の時間ないって。はい、押せ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 、うわーたたたた、あの瞬時にステージを把握するのが大事。こうして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 こう、オッケー。皆さんこんばんは、 MK です。スイッチ版スーパーマリオ 3D ワールドパート41やっていきましょう。今回もワールドキノコを進めていきたいと思います。キノコの6、巨大ゆらゆら幽霊戦からですね、頑張っていきましょう。前回招き猫マリオをゲットしたので、なんとかキープしながら進んでいきましょう。まあ最悪キープできなくてもストックにはしておきたいですね。タコ棒に気をつけながらグリーンスターのコイン集めて、グリーンスターゲット怖いよ。タコ棒はヒップドロップじゃないと倒せませんので、あんまり猫で近づかない方がいいと思います。まあ招き猫マリオのヒップドロップはあの黄金の招き猫になることもできるんですけど、うん、構わない方がいいな外したら大変なことになるのでやめておきましょう。これ後ろとか怪しくない？コインだけか。ジャンプして1アップ、ありがとう。これ知らなかった。はい、そしたら風に気をつけながら行きますよ。風に吹かれて落ちちゃったら猫も無駄になってしまいますからね。オッケー、巨大マリオに変身しました。ドンケツ落とせ、ドンケツ落とせ、オッケー。あ、待てよ、待て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 、やらかしたわ。これさ、猫なくなったよね。巨大マリオになっちゃうと確か猫とか変身能力がなくなってしまったような気がするんですけど、どうでしたでしょうか。あ、こっち側か。こっちに進んで、ほら待って、もうま、うわ、飛んなきゃよかった。まあしょうがないか、巨大じゃないとでも進めなかったか。はい、グリーンスター2枚目ゲットして、ここも巨大だよね。あー、じゃあダメだ、どうせ招き猫をキープすることはできなかったんですね。うわ、ステージがちょっと危なかった。あーと、グリーンスター OK、 ステージが悪かったわ。はい、ということで巨大の状態で進んでいきましょう。待てよ、これドンケツ全部落とさないといけないの？巨大の時間なくね？巨大の時間がない、巨大の時間ないって。はい、押せ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 、うわーたたたた、あるよね、これ巨大でしょ。こうして OK、 巨大マリオ、この状態で進んでいき、あ、待って、透明ブロックあるわ、そこの透明ブロックも多分巨大だと思います。はい、押せ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 、オッケー。これでドンケツ全員倒したと思ったら、まだ一体いた、終わった、よし。これってさ、巨大の状態でびっくりブロック通るとどうなるんだったっけ。ちょっと試していいですか。多分ここも巨大なので最後に取ってから進んでいきましょう。はい、終わって、でここをた、あたたた、ここ叩いて巨大の状態でびっくりブロック入っていく。あー、ちっちゃくなるのか。まあそれはしょうがないわ。タコ棒に気をつけてヒップドロップで倒す、あとはゴールするだけ。待って、猫、いやでもいけるか、さすがにこれは幅跳びでいけると思いますけど、猫のキープを崩したくなかったな。オッケー、怖っ猫ないとさ、ゴールドフラッグが結構厳しいんですよね。まずはコースクリア、 OK。 そう、ワールドキノコはハンコがありませんので、そこのところは皆さんご安心ください。クリアタイムが記録されまして、だったらさ、ピーチかロゼッタで行くか、その方がゴールドフラッグ逃さなそうだよね。よし、じゃあロゼッタで行きましょう。行くよ。グリーンスター何枚必要でしょうか。240枚、結構ギリだな。なんかMK さんはコンプリートしてきてるから大丈夫なものの、結構取り逃してる人はこの辺で詰んでしまうんじゃないでしょうか。はい、じゃあロゼッタに変えていきましょう。壊れかけのあっちっち隊あ、待って、なんかありそう。あっちっち隊みたいな単語結構あるよね。 3D ワールドに限らず聞いたことがありますけども、そういうこと。うわ、いきなりきついじゃん。こうしてこうしてスピンで楽勝。何が手に入ると、そっか、タヌキか。タヌキ、待って、これどうしようもなんないよね確か。危ないよあの、ただ溶岩のやつは多分タヌキでも倒せないので、あんまり構わず行きましょう。コイン全部取ればとかはないか。はい、カロン倒しておきまして、なんかあるでしょう。ほい、なんもないんかい。あー、グリーンスターあった、それいける。あー、そういうことか。待てよ、はい、カロンは倒しておきまして、こうしてで、こう来た、あぶ、パパ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 パ、来て来て来て、足場、あぶな、よう行ったなよく行ったよ今。あーあた、うーわ、無理、それは無理、これそれなくならないやつだったらいいけど、よし。で、青いバブルをきれいに避けて、怖いよ。いや、これピーチか、ロゼッタじゃないと詰むだろ。オッケー、タヌキゲットできました。絶対そこになんかある。あ、なんもないか、遠くが見えるだけ。グリーンスターあったね、1枚やった、もう1枚は？あれ？もう1枚がないけど、あーあったあったあった、それはきついな。この上行くか？
上を通っていった方が確実っちゃ確実な気がしますけど、カロン、ああカロンがトゲでやられた。うーわむずくねえかそれは。あーなるほど、消え際に底が出るのね。わかったよ。はい、こうしてで消え際に出るから、消え際に、あー危ない、まあまあまあいいやえだったらいけるんじゃねえのそれで。怖いな。こうして危ない、やぶあっぱっぱ、うっそ、やばい、やらかした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 。いけるかな。え、でももう行くしかないな。そこね、そこね、行くよ。こう来て、いいよ、危ないよ、危ないよ。こう、あっぱっぱっぱっむずいな。まあグリーンスターが取れたから、あとはゴールするだけっちゃゴールするだけなんですが、あれ最初から、うっそ嘘取ってなかった、中間ポイント。まあ確かに取ってなかったかもしんないけど。はい、じゃあここ叩いて、タヌキ失っちゃダメだ、この、あー危ないこのステージタヌキ失っちゃダメです。めっちゃむずいな。落ち着け。まあグリーンスターがなくてもいいから、その分楽だとは思いますけども、あーぶっぽ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 こうは、はい、でこう来て、こう来て、タヌキをキープ。で、そ、あいあいあい、これは行っちゃって大丈夫。バブルに気をつけて進んで、タヌキ待て、タヌキストックします。はい、オッケー、これができれば何も怖くないでしょう。はい、ここ着地して、それいけんの、あ待って、あーやめようやめようやめよう、一旦そこに着地してからだな。落ち着け。こう出て、こう出て、ここに一回着地してからそっち側を狙っていく。オッケー。そしたら今度はどこだ、あーなるほど、ここに一旦着地してからここに着地して、でこう来て、でこれでいけるっしょ。バブルキーツ、あーぶねー、バブル気ぃつけよう。はい、そして中間ポイントゲット。むずくねえか。いやこれタヌキじゃなかったら詰んでるだろ。あペペペペペペペ、最後のグリーンスターは土管の奥にあったな、だからこの辺は普通に行っちゃっていいと思う。うわそういうこと。二重でタイミングを見なければいけませんが、なんとかいけました。あーっと、もういらないけど取るだけ取っとく。おー早いね早いね早いね早いよ。はい、こう来て、こう来て、あー方向あぶね、方向逆なのね。はい、こうして、で、あー、オーバーブルに気を、あーそれはもう食らうしかないので、わーよく言ったね。で、この先ね、待て、これ足場ある、ないないの、あないっぽいな、マジか、あないね、あ、なんかあった。これは1アップでしょう、この葉か。なるほど。一応最後の救済措置はあるみたいですね。そしてこの葉はキープしているので、多分普通に行けばゴールドフラッグ行けると思います。落ちるな。落ちるなよ。ここに来て落ちたらはずいよ。落ち着け、落ち着け、落ち着け。危ない。こう来て、で、危ない、危ない、危ない。こう来て、オッケー。よかった。タヌキのステージでよかった。ということで、なんとかコースクリアしました。確かね、ワールドキノコってね、あれがあるわ。ミステリーボックス。だから、それを最後にやって、終わらせたいと思います。そう、ちょっと先に進んじゃうと、確かワールドフラワーなんですよね。はい。オッケー、296枚。全部で何枚あるんだったっけ？そう、ここね、なんかロケットとかで分かれてないんだけど、ほら、ワールドフラワーに変わるんだよ、こっから。だから、一旦戻って、で確かね最後あるはず、こっち側、あーたたたたたたた、結構これ見逃しやすいよね。ワールドキノコのミステリーハウス、もっと倒してミステリーハウスやっていきましょう。まあああれですね、タヌキをキープしているのでなんとかなるでしょう。最悪ロゼッタの状態でもスピンはあるのでご利用せばいけると思います。よし、こうして、こう待って、10秒あるからね、10秒あるから、ほい、落ち着いて、なんとかグリーンスターゲット。この調子でいきますよ。瞬時にステージを把握するのが大事。こうして、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 こう、オッケー。危な。これ持ったままいける？これ雪玉持ったままいければ嬉しいけどいけないよな。はい、そしてこう、あー、それはむずい、それはむずい。ほい。で、ほい、オッケー。むずいと言いながら余裕でクリアしていく MK さんですが、あんまり油断せずに、あー、と、撃たれる前に撃つ。撃たれる前に撃つ。怖いよ。よし、オッケーオッケーオッケー。あー、帰ってくるブーメラン。帰ってくるブーメランが怖かったですけど、なんとかくる。なに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 、あー、我慢ねえか。我慢、やべ、ヒップドロップだ、オッケー。うーわ、今のエグ。我慢ねえ、探さないといけないのやばくない？はい、そしたら、あー、そういうことね。そういうことね。そういうことね。やべ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 。ヒップド、待て、待て待て待て。ヒップドロップ。倒せ倒せ。オッケー。で、これを取っておく。
あと4枚か。いけるよな、ゴリ寄せば。あー、それね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 。ほい、あ、やべ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 、時間大丈夫か？ほい、5、4、3、2、オッケー、危ね。めちゃくちゃ危ね。グリーンスターを取るまでが、あの、遠足ですからね。はい、こうして、た、カメック。やられるな、やられるな。はい、ここ叩け、オッケー。あと何枚？あと危ない、危ない。本当に危ないって。取るまでが遠足。あと2枚。あー、のびのびパックンね。はい、のびのびパックン、のびのびさせて、こうして、こうして、こうして、こう、オッケー。あと1枚。落ち着け。これでミスったら最初からですよ。あーと最後はハンマーブロス。お決まりですね。はい、こう起きてこう。素晴らしい。最後が一番簡単。なぜか最後が一番簡単ということで、タヌキロゼッタでクリアすることができました。オッケー。そしたらもうワールドキノコも完全クリアですので、次回ですね、次回はワールドフラワーやっていきたいと思います。おっと、300枚超えた。グリーンスター300枚超え、結構すごいな。よし、ここからも頑張りましょう。よし、ワールドフラワーがね、めちゃくちゃ長いんですよ。ここをなんとか乗り越えて最後のワールドに向かっていきましょう。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。